今みんな顔出し久々だっけ？久々か。もうね、今日は一日中家に引きこもってたんですけど、なんとね、なんとですね、カンドラにハマってしまって、ずっとカンドラ見てる。カンドラもう始まる前までいつから見出したんだっけな、木曜日確か木曜日にネットフリックスなんですけど、いやなんかね、めちゃめちゃ勧められたんですよ、カンドラを。カンドラ見た方がいいよっていやなんかそう、カンドラ見た方がいいよってめっちゃ勧められて、いやカンドラかって思って、全く興味なかったんだけど、カンドラ愛の不時着っていう多分めちゃめちゃ有名なやつですね、カンドラ。見始めたよ。めちゃめちゃ面白い。めっちゃ、もちろん日本語吹き替えで見てるんですけど、絶対字幕で見てって言われたけど、また字幕無理すぎて日本語吹き替えで見ているんですけど、めちゃめちゃ面白いです。でもさ、日本のドラマと違ってさ、日本のドラマって大体9話10話で、多くて11話12話とかじゃないですか、日本のドラマって。で尺も45分間ぐらいじゃないですか。だけど韓国の映画じゃない、ドラマってなんかこの1話がね、1時間20分くらいあるの。しかも CM とかも何もないから長いし、めちゃめちゃ CM がないっていうことがもうすっごい快適ですね。めっちゃ快適。そうで、今愛の不時着は確か16話ぐらいまであって、で大体の話がまあ1時間約1時間半ぐらいあるから、で今8話まで見たのかな、8話を見てる最中なんだ今。今8話を見てる最中で、ですね、なんかすごい、なんか苦しくなってくる、すごいなんか切なくなってくる。もうずっと見てる、今日もずっと見てるし、昨日もずっと見てたし、そうそう、なんか何話ごとにね時間が決まってなくて、そうなの、とにかくなんかずっと見てますね。なんか見てはなんかちょっと眠くなっちゃう時もあるから、見ては寝て見ては寝てみたいな、もうめっちゃ休みみたいな感じですね。そう、なんかでも私気づいたことがあって、ドラマの1話がめっちゃ嫌いだなと思って、ドラマの1話目がすごい嫌いだなってことに気づいた。
愛の不時着もさ今でこそさこんなに面白いって言ってるけどさ1話とかめっちゃ憂鬱だったもんね。1話さ韓国の方私さ分からないから基本的に日本の俳優さんとか女優しか分かんないから、まあ、誰から入るわけですよ誰だろうみたいな入って1話って内容もそこまでつかめてないし全然分かんないからうんって感じだったんですけど、そう1話が面白くないとさ1話の最後で大どんでん返しがあるじゃないですかいつも。だからね続き見れなくなっちゃうからね1話のねあの面白くないと。だからあなんか携帯しながら見てたんですけど何かしながら見てたんだけど今もうなんか私基本 YouTube 派なんですよ。 YouTube ばっかり見てる人間なんですけどもう今 Netflix しか見てないもんねあでも今日ね沖縄の日本復帰50周年だったじゃないですか。 NHK でそのさ祭典みたいなの見てたよ2時くらいからやってたやつ NHK で見て見終わってまた愛の不時着見てた。5月15日ね。おばあちゃんはアメリカ時代はおばあちゃんは知ってないね。おばあちゃんは知ってなくておばあちゃんのお兄ちゃんが沖縄戦の体験者だからなんかそのまあ聞いたりとかなんかそのおばあちゃん家にまあばあばって言ってるんですけどばあばの家になんか小学生の時とか毎週末行ってたんだけどその時になんかこうお兄さんとかその体験した人沖縄戦を体験した人づてになんか聞いたこうだったらしいよみたいな聞いた話をおばあちゃんから夜寝る前に聞いたりとかしてたよね。なんか結構ね今はどうかわからないけど私のこの小学校中学校時代、まあ、高校はなかったんだけどそこまで小中学校時代はめちゃめちゃ沖縄戦についてすごい勉強したからすごいなんかわかるよ。私もなんか道徳の授業とか総合の授業とかでなんかもうすごい耳が痛くなるくらいそのあんまりねこう血とかなんかこう昔の映像を見るのが私はその得意じゃないから本当にもうねあーやばいなんか苦しいなって思うくらいめっちゃ勉強ねしましたね沖縄戦のことに関しては。姫百合の塔はね行ったことない、あの通ったことしかないな。姫百合の塔じゃなくて海軍号公園とかはね、よく行きましたね。2回ぐらい行った海軍号公園は怖いんだよな。ちょっと調べるのリラ、もう写真とか見れない本当に。でも平和記念公園は行ったね。あと胸が痛くなる本当に。これは本当にこれあんま写真とか見れない。
ていうのはちょっとありますよね。まあね、戦争って本当良くないよね。誰もいい思いしないもんね。ある春の夜に、何、寝通り？いやー、なんかね、固めの少女だっけ、片足の少女だっけ。ある春の夜にメモっといた。カンドラでしょ。ねえ、でも本当に機能戦はいっぱい勉強したな。なんかこう毎年小学校の中学校もあったっけな、でも義務教育時代は、まあ、6月23日沖縄戦が終わった日なんですけど、慰霊の日って言って沖縄戦、この慰霊の日付近になると、この沖縄戦を体験した方が実際になんかこう小学校とかで講演会みたいなのをしてくれるんですけど、毎年1回そういうのもあったりとかしたし、なんかこう当時の沖縄戦のなんか映像を見ようとか、なんかドラマ見ようとかっていうのもなんかあったし、すごいいっぱいあったね。あとそうですね、昨日はねめっちゃその時間帯超爆睡してて、あの全然お知らせしてなかったんですけど、トールとカオルね、昨日伊豆編最後、伊豆編昨日で多分終わりだったんですけど、伊豆編ね、見てくれた皆さんありがとうございました。そう、エステはね、なんかもう疲れすぎて、あの時なんかともう寝てたんだよね途中うん、すべすべになったと分かんない。でもな、あれもう1ヶ月も前の話だからね、今ガサガサすぎる、肌が乾燥やばい最近。ワニは多分トールさんの方じゃない？そ、熱海じゃないね、伊豆だ。伊豆まで一緒に行ったけど、ロケは全部ずっと一日中別々だったので、なんか本当に行きと帰りだけお会いしたって感じでしたね。あとはもうずっと一日中朝から夕方ぐらいまでずっと一人でロケ回ってた。でもね、伊豆は車ないとすごい不便だなって思いました。電車だけだとねちょっと不便かなって思ったかも。そう、次の放送いつって言ってたかな。次はね多分6月4日と6月11日、2週私だと思います。
まあまあ。トールさんと喋るシーン、喋るシーンはないと思うけど、わかんない、一緒に行くロケ、一緒にロケ行く機会ないと思うけど、ないと思うけど、なんかこう多分スタジオで撮ったりとかスタジオで収録したりとか思うから、なんか私の映像をスタジオでなんかトールさんが見るみたいなのあるんじゃないかな、わかんないけど。あ、そう、今回はあの全然別の場所ですね。今回ロケしに行ったところはめっちゃもうキュンキュンしたそうだね、だから来週は多分別のリポーターさんが出て3人いるので、私含めてこう多分順番こ順番こでやっていきますね。そうだから私が次出るのは2週間後だね。だから次6月、私が出るのは6月4日11日かな、確か。うん、4日と11日ですね。あのタオルの下はどうなってますか、まあ、ご想像にお任せします。ご想像にお任せいたします。なんか難しいかもしれないけど飛行機乗ってロケ行きたいすごいご想像にお任せする。温泉入ってた？私水着 NG なんでちょっと北海道行きたい、ガチで北海道行きたい。でもさ、最近ニュース見てたらさ、このゴールデンウィーク期間中ってさ、ワクチン3回打ってるとさ、隔離なしでハワイにもう行けるらしいじゃないですか。ハワイに行って、なんか沖縄の観、沖縄じゃないね、あの東京、まあ、日本か、日本からハワイに行った観光者が1万4千人ぐらいでびっくりした。確か私の記憶が正しければ1万4000人ぐらいいました。いて、でなんかさ、フランスかどっかはさ、もうなんかマスク、その街中でしなくても、公共交通機関でしなくてもいいように なったりしてるのを最近ニュースで見て、でも日本はいつマスクしなくちゃいけないんだろうってめっちゃ思ったね。でもあれなんでしょう、ワイキキビーチって日本人しかいないんでしょう日本人しかいないって聞いた、ワイキキビーチは。ごめん、遊ばせ、耳がかゆい。マリュウが好きな綿棒がもういない気がする。これリラが好きな綿棒がもうない。沖縄今やばいんでしょ、なんか東京より東京と同じ人数くらいって聞いた。やばくね、それは。やばい、そろそろ赤ちゃん本舗行かないと綿棒が綿棒不足に陥る。なんかね、いとこがハワイにいてね、いとこ親戚、いとこにしとくか、
いとこがハワイにいて、なんか年に1回、確かあれだよね、ハワイって1月アメリカなのかな、ハワイって1月からあれなんか新学期っていうじゃないですか、日本と違って。この何休みか知らんけど、この1月開くまでにさ、新学期始まる前のになんかハワイから日本に遊びに来てた。あ、9月だっけ、1月どこか、そう、赤ちゃん本舗か西松屋で買ってる。西松屋は1回しか買ったことないかも。だいたい赤ちゃん本舗。なんかね、通販で買ってもいいかなと思ったんだけどさ、通販で買ったらさ、なんか自分が思ってた通りの細さじゃなかった時にショックを受けるから、だからちゃんと自分で足を運んで行ってる。あー、かゆい。ドラッグストアはこれめっちゃ赤ちゃん用なの。多分さ、これ白くて見えるか分かんないけどさ、これすっごい赤ちゃん用なんですよ。見て、こんだけしかないの。これも赤ちゃん用の綿棒なんだけど、あれ同じサイズ、これ、いや違うよね、え、同じサイズじゃねこれ。あ、違うんだ、これじゃないな、これだ。ん？あ、そうそうそう、これが私が好きな綿棒のサイズで、これは赤ちゃん、両方赤ちゃん用なんだけど、見てサイズが違うの、ほら。でもね、私はねこっちの方が好きなの。こっちはねちょっとね太い気がしてね、普通の綿棒じゃダメ、太すぎる。耳かきもダメ、あれも太すぎる。細いのがいいの、とにかく。耳掃除は5日に1回ぐらいにしてる今。で、今日5日、あんまりしてないよ。耳掃除は、いや4日に1回かな、4日に1回しないと、ゴミがたまる。そんなシャワーの後の水取り用の綿棒もあるの。あんまりお風呂入って耳に水たまらない。わかんない。でもそれこそおばあちゃんとかにめちゃめちゃやってもらってたけどね、耳かき。でも私このさサイズの耳かきじゃないともう無理これじゃないとね、もうちょっときついかもしれない。めっちゃ太い。だから3つ、この綿棒入れには3つのタイプの綿棒がありますね。だからこれとこれとこれだな、3つタイプがある。どれもベビー綿棒。これとこれ同じかな、2つかな。
いや麦とかじゃないんだよね別に。めっちゃ毎日かゆいわけじゃないの。あ、2つかも、これとこれがある。カメラ付きの耳かきなんてあるの、やばいね。汚そう、人の耳って。あのなんか全員汚いよね、耳の中って。全員汚い多分。綿棒、タイムプリル入れ替える。そう、ランリーの綿棒めっちゃ細い。この綿棒じゃないとね、嫌だね。でもたまにこの細綿棒も使うよ。自然に配置されるの。なんかこの太綿棒はなんかこう、このなんか耳のこの辺、この辺とか、なんかこうこの辺とか、なんかこの辺とか減りますね。じゃないんだよね、この辺も意外と。耳綺麗な人だってみんな汚いからね。タオルでできない部分とかがあるじゃん、そういうところとかやりますね。耳の裏はあんまやったことないかも。配信で耳かきするのはリアだけど。ですよね、怒られるもん、耳かきしないだって配信中に。だからたまになんかこう画面が画角から外れてこう耳かきしてる時とか あるけど、もう今日はもうね、あの忘れてた、あの配信中に耳かきするなって教えを忘れててやっちゃった。はじめまして、ランリーって言います。あ、いつもだからこうやってやってるよ、やってる時。今日はショールームで耳かきするの久しぶりで、あの耳かきはあの価格から外れてすることを完璧に忘れてた。あ、そう、バーバーに、お、そうそうそう、あの汚いからやめなさいって言われるけど、完璧に忘れてた。いや昨日さ、牛タンチキンカレーがめちゃめちゃ食べたくて、いやショールームで昨日作るかって思ってたんだけど、なんかね、昨日9時ぐらいに起きて、なんかあのそういろいろ予定があったから、昨日めっちゃ早起きして、なんか皮膚科とか、あ、そういろいろあったからね、で9時ぐらいに、全然寝てないんだよ、3時間ぐらいしか寝なくて昨日で。え、9時早起きだって土曜日じゃん。え、昨日土曜日だよね。起きてね、やってたんですけど、いや普通に昨日ショールームしようと思って帰ってきたの、5時ぐらいに帰ってきて、やばい疲れてた眠いって思って帰ってきたら、何時だったかな、12時半まで寝てて夜の。え、待ってと思って、12時半じゃんもうって思って、12時半だっけな、11時半だっけな、
とりあえず全然ショールームできる時間帯じゃなかったよね。だから今日は絶対やろうと思って。そうです、いやでも割と最近早起きしてますよ結構。私のだって755のおはようございますの時間割と最近早起きするよ。まあそっから寝てる時もあるけど基本的には起きてるよ。ほら昨日おはようございますって言ってるの9時だもん。だって今日は10時だけど。その後はカンドラ見て、カンドラ見て4時ぐらいに寝たと思う。ゆうのが T シャツにランディの匂いが残ってるって。嘘だリラ、ゆうちゃんに全然合ってないよ。全然合ってないよ。何の T シャツ着てるのそれは。今日はしてないな。今日はね何時ぐらい、今日は11時ぐらいに起きたかな。そうね、今日は11時ぐらいに起きたね。11時ぐらいに起きてずっと残ってる。夏の T シャツ出したから去年の匂いが残ってるって。あとリラの匂いっていうか、まあ、ゆうちゃんの匂いでもありますけどね。あと私の匂いっていうか、だって去年の夏頃って確かだって一緒に住んでた時でしょ。だからね、多分洗剤とか私が買ってきたやつだと思うけど。うわ、このペースで配信してくれると無事にリア卒できそうですって。ひどいこと言うな。意外と私も忙しいね。意外と。一緒にいた時でしょ。だから一緒に住んでた時のやつだから。ゆうちゃんの匂いでもあると思うんですけどね。私の匂いって思ってんだねきっと。あなたもその匂いだったよって言って。ねえ、ゆうちゃんとの生活懐かしいですね。まだ住んでたわ去年の今頃は。今また誰かと一緒に住みたい。さ、だから3人で住みたい。これ前も言わなかったっけ、2人じゃなくて3人とか4人とかがいい。住むとすれば、住むとしたらね、本当になんか気心知れてる人 3,4 人ぐらいでなら全然住んでもいいかなって思いますね。2人でもいいのかな、わかんない。 3,4 人がいいな。なんかわちゃわちゃ住みたい誰かと。なんか毎日なんか帰ったら誰かがいるみたいな空間で住みたいかな。去年のこの時期に卒業発表してたね。そうだね、去年のこの時期にしてたね。確か5月ぐらいだったと思います。でも本当になんか気使わない人がいいな。そう、シェアハウスしたい。知らない人とシェアハウスはできないけど、なんか全然5、6人でもいいよ。嫌とかなくない？人間に合いよ。なぎちゃん会いたい。なぎに会ったよ最近でも。
まだまあまだ1年も経ってないからね、厳密に言うとまだ10ヶ月目くらい。でも引っ越そうとしてます。私もここからちょうどこのうち卒業する前くらい、失業するちょっと前くらいに契約して、もう1年、もうすぐ1年だね、もうそろ1年。もうそろ1年が経とうとしてるので、早いよね。そう、この子の家賃上がったから引っ越すの、たぶんなんか引っ越しめんどくさい、めんどくさいんだけどさめんどくさいんだけど、引っ越しなんか家賃上がったし引っ越そうだからね、内見行こうとしてますね今。ほんと生きるのにお金がかかるよ本当にね。別に家賃上がらなかったら引っ越さなくてもよかったけど、これで家賃上がるならね、ここより妹いいとこあるべ。ね、普通2年契約だよな。いや前ゆうちゃんと一緒に住んでたところも1年だったけどね、前ゆうちゃんと住んでたところも1年経って引っ越したね。ゆうちゃんがその契約満了まで住んでてくれたけど、いやなんかね、家賃上がるっていうか、なんか管理費が上がったんだよね。まあいや、まあ、管理費も家賃も同じだと思うけど、管理費が上がっちゃって、なんか高騰で、何かの高騰で上がったから、でもね好きなんですけどね、この家はすごいすごい好きなんだけどね、ここに住むなら絶対他のとこ住めるなって思って引っ越そうと思った。もここの家、まあ割とセキュリティとかめちゃめちゃしっかりしてるから、ここの家並みのセキュリティさを誇ったお家を探さないといけないですけど、そのままがいいんだけどさ、いやここに住みたいんだけどさ、なんかあのね、まあ、東京だけど、ここ東京だよ、全然不便なことはないんですけど、なんだろうね、もうちょっと駅近がいいなもうちょい駅近がいい。どれも値上げラッシュだ、そんなに爆上がりしたの？1万くらい。やだよ、駅まで何分か教えないけど2桁はかかんないよ。そう、1万値上げ、そう1万上がったの、私が引っ越してから。やばいよね、1万ってまあまあ、まあまあだよね。そう、そうだから引っ越ししようかなって探してるけど、
7月までにいいところがなかったらもうここでいいかな、ここにいとこうかなって思ってるけど、1万、約1万ね。でここ Wi-Fi もないから自分で Wi-Fi も契約したし、そう考えると絶対いいとこありますよね他って思って、海の近くはちょっと津波とかあったら怖いな。安珍坂は住みたいけどバカ高いが家賃あるあっち平気で50万ぐらいするんじゃない、あの辺は南青山とかでしょ、あの辺だって高いよ高いよ安珍坂。あ、うんちうんざく。え、インターネット無料のやつ遅い可能性ある？リラの実家のお家とかめっちゃ早いけどな。わ、アンチンザカいいな。アンチンザカ。千駄ヶ谷とか住みたい。住まないけど。いやでもリラはもうねどこに住むか決めてるのよ、この辺住みたいなーって。決めてるよ。まあ快適っちゃ快適だけどね、なんかねうんって感じ。住もうとしてる場所は決まってる。ここね、ここら辺に住みたいなっていうのは決まってる。今も間取り見るの趣味なの。うん、数もめっちゃ見てる。最近はより数も見てますね。引っ越しを考えてるから。だからあれだね、なんか引っ越し間際にならこの家ルームツアーしてもいいよ全然。ここに何があったっていうの全然見せてもいいですよ。なんかね、ワンチャンね、その間取りとかで家バレとかする可能性ってさ、ないかもしれないよ。わかんない。これはリラの考えすぎかもしれないけど。でもね、間取りでね、お家分かっちゃうとか、なんかここ見たことあるぞみたいなとこもあるじゃないですか。だから今はしないけど。なんか YouTuber とかさ、ルームツアーしてさ、間取りでバレるとかよく聞くじゃないですか、話を。だからなんか、引っ越す間際くらいだったら全然あのルームツアーしてもいいよこの家の。そうね、今は 1DK ですね。慎重派なんで私まあ分かれてるっていうかほぼリビングだけどね、ただドアがあるだけですね。でもなんか前はさ、それこそさ寝室とリビング感をさその味わいたくてさドア分けてたんだけどさ、なんかもう今もうめんどくさくてもドアすら閉めてない。
ドアすら閉めてないですね。もうでも一応寝室はなんか服がやばい、今大量に散らかってる服が。ふうふう、でもね、引っ越してもいいかなって感じでね。失礼しました。これこうやってでしょ。都会です、わからない、踊れないです。ここは動物飼うの禁止だね。あんだけフェレット飼いたいって言ってたけど、動物飼うの禁止です、ここは。あ、全然ね、全然もうここ1週間ぐらいずっとソファーで寝てる。やばいよね、ここ1週間ずっとソファーで寝てるの、やばいよね。やだやだ、もう人と住めない、知らない人と一緒に住めない、シェアハウスとか無理すぎる。え、でもさ、東京でさ、そういうだって男の人とかもいるわけでしょ。無理、絶対やだ。知らない男の人と一緒に住めない、その変な意味とかじゃなくて、なんかこう私のあれですね、もうあの警戒心がやっぱ出ちゃうよね。だってドミトリーとかでしょ、シェアハウスって。無理無理無理、個室があるならまあいいけどさ、個室は個室でも広くないと無理。でもな、一回はさ、やってみたいかも、シェアハウス、こういうシェアハウス。でも今さ、すごいさ、高いけどめちゃめちゃ綺麗なシェアハウスとかあるんですよ。テラスハウスどうなんだろうね。テラスハウスはあれみんな住んでんのかな、本当に。なんか帰ってると思ってたんだけど私。テラスハウスってなんか撮影の時だけあそこに泊まってるもんだと思ったわけ。一緒に住んでんのかな。めっちゃ綺麗なシェアハウスとかならまあいいけどね、私ね、荷物が多いからな。なんかめっちゃさ、今シェアハウスさ調べてるけどさ、ある、なんかいいとこ。まあでもシェアハウスもまあまあするね。シェアハウスするぐらいなら一人暮らしできるやん、これ。まあな、でも大きいテレビでソファーで見ながら、あ、ソファーで横になりながら一人でテレビ見るの好きだからな、できない。シェアハウスはできないな。一人の時間邪魔されるのがさ、すごい嫌いだからさ。どうなんだろうね、でも分からん。3ヶ月とかならいいんじゃない、別に。高級シェアハウスって調べたけどあんまない。なんかいいとこあるかな。もうな、1ヶ月くらいなら全然住んでもいいかも、この経験的にね。
ゆっくり不動産って聞いたことあるよ。そうね、何年後かに安珍坂のマンション住みたいね。まあ、5年後とかに住みたい5年後25歳やば。いや、これ住むなら全然一人暮らしできるな。高うん、なるほどね、なるほどね。今日エイトのライブ行ったけどリラちゃんがいないって寂しかったな。私だいぶやめたの前だけどね、そう言ってもらえるのは嬉しいですけど、だいぶ前やめたの前よいやシェアハウスもまあまあまあ、な、安いところはさすごい安いけどさ、高いところは高いよすごい。目的によるけどね、こうシェアハウスして恋愛、なんか恋愛できるさシェアハウスとかあるって言うじゃないですか。リラにはユーナみたいに優しくてしっかりしてる面倒見のいい人が良い。だって誰かすごいね。でもシェアハウスって都内いっぱいあるんだね。待って、全然一人暮らしした方がいいやん。この値段、共益費3万とかかかるの、すごい高いな。あーでもすごい、ジムついてたりとかする。人と住んで分かったことだね。私、多分これは私が悪いんですけど、ただ単純に私が人と暮らすのに向いてないっていうのはありますよね。全部放置しちゃうんで。いやなんか自分に余裕がなかったりとか、なんかもう、そう、余裕がないと全部そこら辺に放置しちゃうからね。人、本当人に迷惑かける。だからそれも。なんか許せる寛大な心を持ってる人じゃないと一緒に住めないの、私とは。なんかね、直せって言われてもなんかね、直そうと思ってる、なんか直さなきゃなって思ってるんですけど、いや余裕がないと全部放置しちゃう、ごめんなさいって感じだね。ね、シェアハウスね、まあ一回はやってみたいよね。全然なんかその気になんない人だったらいい、あの放置されてるのがいろいろ。沖縄の人とは住めると思うよ。潔癖を除いて。あ、洗濯物は毎日あるよ。洗濯、まあもうめちゃめちゃ疲れてとかなら無理と思うけど、事務所はなんかその合宿所みたいなのがないらしいんだよね。そう、そう、 あと私変なとこ潔癖だからね。あの約束さえ守ってくれれば全然いいですよ。
いや居候とかだったらね、あの多分向こうも都合いいしこっちも都合いいと思う。居候とかだったら私の家に、まあ、居候してくる人なんていないけど、みんなお家あるからちゃんと。だってさ、居候はさ居候でさ家を貸してもらってるから、なんか自分は何かやらなきゃみたいな感じでさ絶対家事とかやってくれそうじゃん。でさこっちとしてはさ、なんかちょっとさ、まあなんかねシェアハウスしたいなって思ってるくらいだったらさ、人がね家に帰ったらいてくれたりとか、こう話し相手がいるからさ楽しいしさ、これだけは守ってねっていうことは居候だったら絶対守ってくれるじゃん。紐は嫌だ紐は働けって思うくない？わかんない。私がなんかさずっとあんまり家に入れるタイプの人間じゃないからさ、なんかだからなんか どっか行ってほしい時はどっか行ってほしいなって思う。シェアハウスとルームシェアって何が違うの？まあ、私無理、帰ってからそのまま布団入る人無理無理っていうかお風呂入ってって思う。なんか唯一許せる時はもうなんか全然シーツ洗濯1,2 週間ぐらいしてなくて、1,2 週間ぐらい全然してなくて、この帰るタイミングとかだったら全然いいけど、それ以外はもうお風呂入ってって思う。あ、全然払う分にはいいですよ。ただ守ってくれれば全然いいよ。大して変わんないと思う。わかんない、私食費がなんかご飯作んないからだと思うけど、そうそう、なんかアレルギーとか肌弱いとかがあって、布団にだけはね、私もそうなんだけど、お風呂入らないと入れない、だからソファで寝ることばっか。そう、これはアレルギーとアトピーも持ってるから、それがあるね私は。そんなのなかったらね全然ねベッドでね寝てたよすぐ。でも今はね、そうアレルギーとかジンマシンとかも出たりとかするから、絶対お風呂入ってからじゃないともうベッドは嫌だ、絶対嫌だ。冷蔵庫のもの勝手に食べても怒らない。あ、家は別に怒んないよ。なこれ食べるねって言ったら怒んないよ別に。いや、朝シャワー浴びても外に出てるからさ汚いのは同じなんだってソファーは OK な違いが分からん。ソファー分かんない、ソファーはいいんだよもう別に。布団だけは嫌だ。ソファーなら全然寝ますよ。でもやっぱりこのあるね、私の家のこと境界線もあるね。リビングはいいけどなんか寝室ダメみたいな、なんか謎の境界線めっちゃある。え、2日は風呂入らないは許せるけど、ののあとは許せない。入って入らないと絶対寝室には入れないからリラ。あとリラよりもなんか放置癖がひどくなければ全然誰とでも住めると思う。かな。あと洗い物はやってほしい。あ、いい、洗い物やんなくて自分でやるわ。たまにご飯作ったし、私が洗い物やるから、リラが洗い物あるから、たまにご飯作ってくれる人とかがいいな。
自炊しないからさあんまり。うわ、そんなやつなかなかいないとか言われてる、やだな。いやでも割と綺麗ですよ今。洗濯物すごいかかってるけど割とね今綺麗よ。洗い物得意じゃないけどね、潔癖だから。変なところ、洗い物人にさせたくないあんまり。なんか油のぬめりとかね取ってくれる人ならいいけど、なんか私よりなんかこう洗い物のハードルが高い人だったら全然洗い物やってくださいって感じだけどね。あ、私がたまにしか自炊しないよってこと。自炊って言ってもの湯がいてると焼いてるだけだけどね。肉焼くかうどんかラーメン湯がくかどっちかだけど。裸族、服履いてほしい。気まずくない？わかんないけど裸族やだ。セリカ手際良さそう。たまに掃除しますよ、風呂の排水口ぐらい。わー、リラ柔軟剤使うな。香り強いのかな。でもリラの匂いだって言われるから香り強いのかな。なんか目のやり場に困りそうじゃない、裸族だったら。わかんないけど、裸族と住んだことないからわかんないけど、服履いてって思うかも。私が裸族じゃないから。ルールないよ。だからお風呂、ベッドに行くならお風呂入ってからにしてくださいと、あとは、うん、そんくらいよ。あ、裸族はちょっと NG。 あ、もうだ、あとどうでもいい。あと私電気嫌いだから、なんか明るいのが好きな人はちょっと厳しいかもしれない。細かくないよ。細かくないよ。そんな、なぎちゃん裸族じゃないから安心して。私と住むのは難しいよ。あ、もう最悪だから、あのベッドさ守ってくれれば何でもいい。全然ベッドだけお風呂に入ってからにしてください。あとは何でもいいです。もう最悪裸族でもパンツ履いてたらいいんじゃない。わかんないけど、っていう感じかな。うん、やばい、口がめっちゃ乾燥してる、やば。パリ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 、リップリップリップ。でもめっちゃ潔癖じゃないから。そう、ゆうちゃんもそうだって。ゆうちゃんもお風呂入らないとベッド行かない人だって。よ、うん、絶対ほんとこれだけは守ってほしい。お風呂入らないんだったらベッドには、ね、寝転がるなってことですね。だってさ、私もさルールあるけどさ、みんなもあると思うよ。これだけはやられたくないみたいなのは絶対あると思う。ない人なんていないよ。よっぽどよっぽどじゃないと。女の子なんて特にだと思いますよ。男の人はさ割とさ、なんか何でもいいやみたいな人多そうだけどさ、女の人はさ絶対あるよ。なんかいろいろこれやめてあれやめてみたいなの。
きになった人が潔癖症なのか潔癖症だから好きになるのか。いやリラ、ガチ潔癖症は無理無理っていうかガチ潔癖症は辛いと思う。私の性格からするとすごい。あ、トイレ掃除は定期的にしますよ私。なんなら最近もトイレ掃除したし、なんかスタンピーみたいなのやらないと私なんか気が済まないから、スタンピーがスタンピーってなんかそのトイレの便器にシュッてやるなんかスタンプみたいなやつがあるんですけど、スタンピーがなくなりかけたら掃除のタイミングだと思ってるので、なくなったら掃除する。トイレ掃除は、お風呂掃除はもうカビキラーだなタオルは毎日変えるでしょ。なんかいますよね、たまにタオルその一回使って全然汚くないからって言ってもう一回使う人、二日使う人とかいるけどさ、あのやだ絶対やめてんねんそういうのって思っちゃう。うん、二回はマム使わないでほしいな。わ、いいよ使ってもいいよ、いいけど私はやらない。ランリーはやらないですね、2回使うわ。なんか親が潔癖なの、もう重度の潔癖だから、だから私は全然そこまでもいかないし、そこまでいるとなんか生きづらくないのかなって思うけど、多分私もそれにちょっと似てますね。それはあると思う。いやでも親ほどの重度の潔癖じゃない。え、二度漬けは全然推奨したいよ私は濃いの好きだから。だからさ、大型って変なとここだわり強いじゃないですか。だから私みたいなさ変なところこだわり強い人間ってマジでめんどくさいよね。まあそうね、ね、串カツは二度漬けダメだからさ、田中行ったもしないけどさ、別に家とかだったら全然二度漬けは大好きなんだよ。あーでもどうだろう、なんかあの回し飲みとかもなんかできないな最近あんまり。人が口つけたものとかなんか食べれないかも今っていう感じかな。いやでも絶対さあれだよ、みんなもさ絶対マイルール的なのあるからさ、本当にこれだけは言える、絶対あるよ。だからランディも細かいとか言うけど絶対あるから、みんなも昔から大丈夫じゃない、昔から大丈夫じゃないね、あのなんかもう気心知れた人ならメンバーとかなら全然いいけどさ、なんかさ初対面とかさ、なんかこう打ち解け、心が打ち解け合うまでの人とかいるじゃないですか。なんかだからそういうなんか出会って初っ端の人となんか口移しとかできる人、口移しっていうかなんか回し飲みとか、だから人が食べたアイス食べるとかなんかできるのすごいなって思う。だから変なとこさすごい潔癖なんですよね私。だからね全然なんか親しい人とかならねいいけどね。え、いるよ初対面でする人。女の人は分かんないけど男の人はいそうだよめっちゃ偏見、超偏見。エイトメンバーね、もうだってちっちゃい時から一緒にいるからね、それこそ中1とか、まあ、私がちっちゃい時からいるから全然気になんない、気になんないけど。
どういうお店どあそういうお店ってそういうことか。なんかうっすら分かった。もうね、基本的には気心知れてないとできないですよね。ええ、レッスン後に靴を履かれるのはどういうこと？自分の靴ってこと？それは体験してみないとわからん。やられないと分かんない。もうなんかさ、ピンとこないことってやられないと分かんないよね。リラちゃんのおかげでスタンピー初めて知った。嘘、本当にスタンピーめっちゃいいよ。おすすめする、買ってください。トイレにやるとね、いい匂いするし、私めっちゃ匂いフェチだからね、なんかこうトイレ入った時にほのかにふわって香るのいいよね。スタンピーはまあ本当おすすめする。なんで例題が全部ハマ？わかんない。じゃリラが聞きたい。なんで私も聞きたい。なんでハマなの？いろいろ似合うと。あーでもなんかもうカルビー食べれないな私。香料なんかにその苦手といえば、なんか年取っこれで年取ったらだいぶ失礼な発言してると思うからあんま言わないけど、なんかもうカルビー食べれない今。角切りカルビーなら大丈夫なんですけど、カルビーっていうカルビーがもう食べれなくなっちゃったね。早いって言われる。もうタンとハラミしか食べれないもん。あと最近ホルモンが好きになったね、すごく。小田って潔癖なんだ。潔癖そう。でもリラちゃんは沖縄出身じゃん。やっぱ時間にルーズの許してくれる人とかも関係ある？あー自分が時間にルーズだからな。まあ多少は許せるよ。全然遅れてきたもん。遅れてくるなら私も遅れるけどねって感じだけどね。もう大トロダメ。大トロもう1個で十分。中トロなら大丈夫だけど、大トロとか別に食べる機会ないけど、なんかもう中トロでさえ、回転寿司の中トロでさえなんか2個、食べれても2個ぐらいかなって思うね。なんかだからさ、私が時間にルーズなのはさ、これはもう沖縄にいたからっていうのもあるよね、きっと。そうしよう。あ、サーモンは多分ね、いくらでもいける。サーモンの油の乗り具合だったら全然大丈夫。肉から野菜中心になってる。あ、誰かツインピーマンさんが、でも野菜食べてないかも最近あんまり。肉も何食べてるんだろう。最近なんか麺ばっか食べてる。なんかもうコンビニ行くのもめんどくさいし、なんかうどんとラーメン、うどんとマルちゃん製麺ばっかり食べてる。今日もうどん食べたし、お昼ご飯。お腹空いてきた。何食べよう。そう、昨日はお茶漬け食べてましたね私。トントロは好きだけど、そんな毎回食べるほどじゃないかも。やっぱさ、内地、まあ東京とかさ、沖縄から出るとさ、人様に迷惑かけれないからさ、まあ私も結構集合時間ギリギリとかに行っちゃうけどさ、基本的になんかあんまり遅れはしないよね。でもやっぱなんか
10分前行動とかね、いまだにね、なんか苦手だね。あのね、沖縄の時間のルーズはね、なんかその東京とか県外の人が言う時間にルーズと全然違うから一緒にしない方がいいよ本当に絶対一緒にしない方が、沖縄の人の時間のルーズとこっちの人の時間にルーズは、もうルーズとかじゃない、沖縄の人はもうはみたいな感じだからで、どうしたらそうなるのみたいな感じだからね、一緒にしない方がいいよ。沖縄の人って集合時間の 2,3 時間後にしか来ないっていう話は有名なんですけど、そう、まあランディも時間にルーズだよねって言われるけど、沖縄の人からするともうすごい偉い方よ。ルーズとかそういう問題じゃないですよね。あんな先生はわからないです、絶対ルーズじゃないと思うんですけど、基本的に沖縄の人は遅れることに対して何も思ってないから。だからね、内地の人がね、沖縄の人と仕事すると大変らしいよ、集合時間に来ないか、なんか切れそうになるけど沖縄の人だからしょうがないかってなるらしいよそうそう、だからウチナータイム、沖縄タイムっていうのはもうね、実際に存在しますからね。まあそれが沖縄の人のいいところでもありますけどね。あと沖縄の人って短期が本当にない、タンチャーって言うんですけど、タンチャーが全然いないと思う。なんか本当にまあね、短期な人と、短期な人が沖縄に行くとやっぱすごいイライラしちゃうと思う。ダメダメダメ。だから私ね、友達で短期な人いないし、高校も中学校も短期な人あんま見たことない。タンチャーがいないと思う、多分沖縄の人って。あんまり今いると思うけど、私はあんま見たことない。あんま見たことなくなる気だね、短期の人。集まりがルーズだと終わるのも遅いの。はい、終わるのめっちゃ遅いと思います、沖縄の人。沖縄の人は、沖縄の人のだって解散時間ってなんか8時とか9時とか言うもんね。友達とか見ててもどんだけ遊んでんだって思うもんね。そう、みんなおおらかだし、あんまタンチャーと出会ったことない、本当に。わかんない、沖縄でさ飲んだことないからわかんないけど、友達とかめっちゃ朝方まで飲んでるよ、いつも。むしろランリーは東京に来て短期になったんじゃないかな。いや、私短期じゃないよ、全然怒んないよ。相手てからなんか逆ギレとかされない限り怒んない。自分から怒んないです、どんだけイライラしても。今は話が変わりますが、アベンジャーズ展に行きましたか？めっちゃ楽しかった。うわ、アベンジャーズ展行きたいんだよね。行きたいけど一人で行きたくないんだよね。でもさ、アベンジャーズ展まあまあお金かかるからさ、あんま人を気軽に誘えなくて。でも行きたいって思ってる。終わるよね、そろそろ。今日めっちゃ喋ってない？最近シャーって感じだった。最近ずっと一人でなんか考え事してるから久しぶりにこんなに喋った。そう、ドクターストレンジはサイナと見に行く約束してる。え、今日めっちゃ喋ってるよね。え、イライラしてる今？全然してないよ。してるように見える？ちょっと温厚に喋ろしてない、全然してないよ。あ、でも毎日そわそわしてる最近。もうなんかもう、もうね、最近なんかもう生きてるのがめんどくさいなって思うぐらいそわそわしてる。毎日毎日向け、割とさ早口だね今
ゆっくり喋ろうかな。ストレンジ見た後アベンジャーズ店行くといい。ストレンジカフェもあるよ。え、そうなの？わ、せんのに。なんかもうさ、最近みんな忙しそうだから、誰一人返してない LINE を。やばいよね。誰一人として返してない。そう、舞台やってるからみんな忙しそうだなと思って返してない。イベントの準備、はい、やってます。みんなイベント来てね。いや、でも行き急いでるのかな。行き急いでるって何なんだろう。調べます。でも私は焦ってるのかもしれないと思いますね。最近なんかもう二十歳で、もう二十歳になってからなんかすごい将来がいろいろ不安になった。まあ確かに行き急いでるのはあるかもしれない。だからね、今の私の課題は楽しみを見つけることと趣味とか見つけることだと思ってる。すごいそわそわしてますね毎日。すごい、そわってるそわってる。よくないよね。だからもうちょっとね、落ち着かないといけないなって思いますね最近。すごい、そうね、一旦なんか。でも今日割とさ、みんなとさこうやってさ久しぶりにいっぱい喋れてさ、ちょっと元気になりました。元気じゃなかった、最近っていうかもう二十歳になってから不調、不調だね二十歳になってからね。だからみんなと会ったら多分私のちゃんとした私が戻ってくると思います。5月20日みんなに会えたら多分ね、もうね、もう仕方ないと思ってる。みんなに会わない限り私は多分この今負の今連続から脱出できてない。いや、アップじゃない、もうダウンしかしてない。なんかダウンっていうか、なんかもうなんか、ね、アップは1ミリもしてない。なんか悩みとか なんか悩みとかじゃないんだよね。なんかもう気が沈みすぎてるっていうんですか。だから多分これはね、みんなに会わないと、みんなに会ったりとか、なんかこうなんかエンターテインメントに触れないとこれは戻ってこないってことは分かってるから、ちゃんとキスバイエイトを見に、キスバイエイト見に行ってみんなに会ったら多分私そのいつものランリーに復活できると思ってるから、あと1週間の辛抱ですねこれは。いやでも本当にそう、これはずっと思ってる。ちょっとそう、多分最近のランリーはおかしいと多分みんなも思ってると思いますけど、これは私が一番分かってます。だからみんなね来てね、あの5月20日メンバーと全然会ってないよ。友達に全然会ってない、もう連絡もしてないし、私は返してないだけですけど。
でもなんか二十歳になってランリー変わったなって、悪い意味でね。そう、書類も毎日してないし、悪い意味で変わったなって思われるのもめちゃめちゃ嫌だから、なんか早く本来の自分を取り戻さないとなんかどっかで聞いたことある、プリキュアとかで言ってそうな。大西さんの舞台見に行けてないね。行きたかった。梅坊をシンプルに見たい。そう、そう、多分おかしいちゃん合ってる人多いと思うけど、なんかそう、自分が一番分かってる、自分が一番おかしいこと。だからもうちょっと待っててな、本当に。5月20日通り越したらきっと元気になる。多分みんなに会ったらさ、なんか、あーやばい、なんかのんびりじゃないな、なんかくよくよしてられないなって思うんですよね、絶対。だからみんなに会えないと本当に、多分私は今の沈んだランリーだから、だからみんなに会いたいのさ、すごく。だから5月20日はすごい楽しみだし、あと5日後か、みんな来てくれないと泣いちゃうぞ、いろんな意味で。やばい、めっちゃカシャカシャしてる。伊豆楽しかったよ、また行きたい。金曜日みんな待ってるぜ。みんなに会わないとリラは不調だから今。今日占い行こうと思ったんだけどな、行けばよかったな。生わさび食べた、あれ取りに行ってください。わさびめっちゃ美味しかったよ。詳細？簡単な詳細で言うと、まあそのランリーライブと、ビンゴ、ランリーの私物ビンゴ大会と撮影コーナーと、あとその会場に質問ボックスを設けて設置して、あの会場に来てくれた皆さん質問タイムしたいなって思ってるのと、あとメッセージカード、来てくれた皆さんにメッセージカードをお渡しすることを考えてますね。あのもっと詳しいことが知りたいのならば、最近そのファンクラブのブログを更新したのでそれ見てください。さらに詳しい詳細が知りたければ、そこにもうちょい詳しく書いてます。そう、だから来てね。本当に心の底から会いたい、見てみんなに、リラがリラになるためにもみんな来てください。祝よろ。まあでもね、まあまあ人間運気が悪い時もありますから。なんか歌うか。で12時半言うて
私のマシンガントークを始めて1時間半が経過しましたんで、ちょっとランディそろそろちょっとうるさいって人もいそうだから、なんか歌が、だからみんなチケット取ってない人はちゃんと忘れずに取ってね。何歌う？食べて。成功到底入ってない。入ってんの？入ってないわ。最近は何聞いてるの？最近これ触って知ってます？なんか若い人にすごい人気のコレサバとかバンドとかマイヘアイズバッドとかモームス聞いてるね最近。最近なんかアイドルの曲ばっか聞いてる。あ、タバコ有名だね。タバコはめちゃめちゃコレさんの曲で有名です。なんか彼氏はいません今夜だけっていう曲をなんか謎に最近めっちゃ聴いてる。タバコあれ失礼ソングだっけ？最近なんかアイライフっていう地下アイドルがいるんだけど、アイライフっていう方たちが可愛すぎてずっと動画見てる。動画じゃないね、聞いてる。タイトルがなんか意味深だな。どれ？彼氏はいません今夜だけ。私もさ、もう 何十回も聞いてるけどさ、未だに歌詞理解できないよ歌ってみます。全然理解できない歌詞。ちょっと待って、携帯の充電ないから iPad に、 iPad から iPhone に変えます。聞いてみるね今度。こんばんは。よし、これ歌う。これはみんな喜ぶ歌だねきっと。ここ純粋な歌歌方がいい。しっかり歌う。久しぶりのクラス会で隣に座った総合一番会いたかったあの日の片思い、髪を伸ばして大人になった君が眩しくて、
た僕の胸の奥で眠ってた時が目覚める。ああ、君が微笑むと切なくなるんだ。何も言えずに卒業式終わった後、教室に残って、ずっとずっと友達だよ、みんなで誓ったね。思い出の中封印した前と同じように懐かしい脈が打っている。ああ、君に会うたびに恋をするだろう、何回だって僕の胸の奥で眠ってた時が目覚める。ああ、君が微笑むと切なくなるんだ。何も言えずに君に会うたび恋をするでした。はい。まあね、一回声聞く挟んでおかないと、浮気の聞くばっかだと大変だね。いやでもなんかしっとりしてこの時間帯だからかな、しっとしと曲って言ったら歌いたくなっちゃう。最後に一曲歌おう。これは何ソングなんだろう、失恋ソングかもしれない。これでも多分これは有名だからみんなさ知ってると思うよ。歌います。わかんない人もいるかな。これはなんかね、よくね車で流れてたんだよね。え、待って、ないんだけど。あ、あ、あったあったあった、びっくりした、ないかと思った。え、待って、ないんだけど、なんで。よく言われてたもんね、これ車で。
季節の変わり目が来てすぐ越し肌寒くなってブカブカのあなたのシャツ着て喧嘩するたび一人で大丈夫と強がる私はなんだかかわいそう。どんな上着よりもあなたが一番あったかいよ。ずっと探してた大きくて安らげる愛に包まれてあなたの腕の中もっと強く抱きしめて喉離せないで素直じゃないあたしはどうしようもなく「どうしようもなく」「今甘えんぼ」ドラマの主題歌じゃなかったっけ、甘えん坊、甘えん坊だ、甘えん坊じゃない、あ、 CM ソングなんだ。でもこれ3枚目のシングルなんだって。さくらんぼが2枚目のシングルなんだって。そうなんだ。ハッピーデイズとか懐かしい。ハッピーデイズ、ハッピーデイズっていう曲があるんですけど、大塚愛さんって。ハッピーデイズ好き。最近愛子さんもよく聞きますね。
マイク変えてない、イヤホン変えた。花火とかめっちゃ聞く。三角の目にゃん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 が恋のにゃんにゃんねと聞いて。あー、世界に一つだけの花は分かる。ロコーションって何？オレンジレンジ違かったら、ちょっと申し訳、失礼した。ロココーション、オレンジレンジはね、僕らはいつも一心伝心しか分かんない。二人の距離つなぐテレパシー、恋なんてにゃや転び青き風。いけない。ロコローション、どんな歌聞いたことあるかな。リラ、感じ花空海どっちゃどっちゃいちゃ。なんか最近 TikTok で流行ってたわ。聞いたことある。花、花、誰の花ですか。花、オレンジレンジ。ピラノように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。 Say yeah Yay Say yeah Yeah YeahYay! Yay! ここサビしかわからん。ねえ、翼ね、アンダーグラフのさ、翼って曲知ってる人いますか？なんか最近さ、なんかこれも車で流れてたなってめちゃめちゃ思い出してさ、有名な曲なんかな、有名な曲なのか、はたまた親が好きな曲だったのか、どっちなんだろう。ああ、みんなわからないくさいな。この歌、じゃかじゃん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 、じゃかじゃん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 。あ、まだだった。明け方過ぎの国道までの細い抜け道、君がつぶやく怖いものだと、何にも似よと見送るための言葉に涙流れた。有名なんだこの歌。つまらぬことで話は絶えず、サビまで聞いてて。部屋で笑い合えてた、夢を追うことに恐れはなくて、生まれた街とさよなら決めた、いつか会いに来るといつも忘れないと、手を振る君の目も言えずに、心の中で誓う、旅立つ空に出会いと別れ、青春の日々すべてを描き、いつか互いに大きな花を、綺麗な花を咲かせ、また共に笑おうって歌。聞いたことないですか。胸に当てなく続く道は、
何の匂いこの匂い、めっちゃ柑橘系の匂いするんだけど、この家から何の匂い。これも車でよく流れてた気がする。狭間で揺れるのは日まぐれ、日上がり時計の針流れ雲に落ち返る、どこに抱え何だじゅん。オレンジレンジならこれだね。私が一番好きな曲は、離れてる気がしないね、君と僕との距離、目をつぶっていても君の声でわかる表情、君に会えないからうつむいてる、でも前向きに心考えてる、そんな時も同じ空の下で過ごしてる、すぐにまた会える、だっていつも僕らはつながっているんだ、僕らはいつも一心伝心、二人の距離つなぐテレパシー、恋なんてやや転びや起き、優しい風ほら笑顔に変えて、離れてたって一心伝心、黙ってたってわかる気持ち、思いを届け君の元に、未来つないでいく信号は愛のメッセージ。これフェスとか行ってこれって絶対ジャンプしたことある、絶対ジャンプしちゃうよねリラ。やばい、これ全部歌う気でいるんじゃない私。この広い海原越え、鬼時を過ごして、この思いを風に乗せ、低く歌えなこれじゃ君に届け、君に会えなくても大丈夫、そう前向きにことを考えてる、離れてても同じ空の下で過ごしてる、すぐにまた会える、だっていつも僕らはつながっているんだ、僕らはいつも一心伝心、二人の距離つなぐテレパシー、恋なんてやな転びや起き、優しい風ほら笑顔に変えて、離れてたって一心伝心、黙ってたってわかる気持ち、思いを届け君の元に、未来つないでいく信号は愛のメッセージ、つながっているんだ、つながっているんだ。つながっているんだ。僕らはいつも一心伝心。二人の距離つなぐテレパシー。恋なんてなな転びや起き、優しい風ほら笑顔に変えて、離れてたって一心伝心。黙ってたってわかる気持ち、思いを届け君の元に、未来つないでいく信号は愛のメッセージ、つながっているんだ。ワンナイトカーニバルとかわかるよ、 Wii でめっちゃやってた。 Wii フルで立っちゃった、好きなんですよね。じゃあ最後、沖縄の歌手の曲で締めるよ。
天国野郎を皆さんもご一緒にもないね、ここに。はいさい、はいさい、おじさん。うんうん。ムロちゃんわかんないんだよね、リラ。あんまり、あんまりっていうかわかんない。アムロちゃんの曲でフルで歌えるのがない。ダウンロードに失敗しました。あとちょっと iPad に変えます。君に会えなくても前向きに考える。パソコン買ってないよ。ラストソング。二人が出会ったことにもしも意味があるとするなら、こんなに苦しいのは今だけだよと自分に言い聞かせて、胸の痛みがあなたをどれだけ好きか伝えているよ。愛することが怖くなっても、あなたなら大丈夫だよね。抑えきれない気持ちはどこへ行くこともなく、戻ることなんてできない。時計のようにほら今、あなたへ、あなただけに向かって、私は恋をしている。会えない日々が続く、眠れない夜も続いてゆくよ。あなたと私の恋は難しいことがたくさんあるから、いくらお互いが思っていたって決してつながることはない。だけど私はその日まで待つよ。あなたが大人になるまで。何、たくさんの人がいるのに、あなたと出会って恋に落ちて、同じ気持ちになれたのに、会えない、会いたい、今あなたに会いたい、ただあなたに会いたい。
2004年の曲ばっか歌ってるじゃん。すごい2004年ダッシュだね。ものすごい2004年。私が2歳とか1歳ぐらいの時の曲ですね。私まだ2歳、ワンちゃん1歳。2004年の記憶は私もない。リラですらない。リラはない。2004年にね、めちゃめちゃ青春真っ只中って人もきっといるだろうしね。2004年は失恋した年だからめちゃめちゃ覚えてるとかね、そういう人もいるだろうしね。そうね、しみる曲はいつ聴いてもしみるままですね。ってことで、この辺で終わります。今日はいっぱい配信してきた、久しぶりに。私は愛の不時着見る。これショールーム終わった後に愛の不時着タイムに入ります。ということで、この辺でランキング見ます。13位 MM レースさん、ありがとうございます。そして12位グンウワポーさん、ありがとうございます。で11位がヒノニャンマルさん、ありがとうございます。で10位がガラパゴスさん、ありがとうございます。で9位がエイトさん、アットマーク永遠にリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がフクックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がサザビさん、ありがとうございます。そして5位がたいやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で1位がツインピンマンさんです、ありがとうございます。ということでね、皆さんこんな夜遅くまで聞いてくれてありがとうございました。とてもとてもいい時間が過ごせました。まずから月曜日だね。頑張っていきましょう。ということでこの辺でさよならんでぃ。バイバイ。あ、イベントは来てね。持ち込みしてない方、ファンクラブから申し込みした方が
あの何かと待遇がいいのでファンクラブから申し込みしてくださると嬉しいです。じゃあね、バイバイ、おやすみ。